チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は2回目の登場ですね。歴史学者の宮田正明先生をお招きして、リットン報告書と国際連盟脱退についてお話を伺いたいと思います。宮田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回大変アカデミックな番組だと、マニアックじゃありません、アカデミックな番組だとちょっと恥ずかしい、大変ご好評でいただきまして、はい、3万5000アクセスいただきましてそうですか。あの内容を3万5000人が見たということで、はい、いつものようなアンチが一人も書き込みできずという、うん、あ、そうなんですか。はい、ゲストによってはそれだけで炎上するような人もいるんですけれども、はい、あ、そうなんですか。で、知ったかぶりのコメントも山のようにあるんですけれども、はい、これがスタンダードな学部の授業ですという体で、紹介したら誰も書き込みませんでした。まあ、そういうもんなんですね。はい、普段書き込んで知ったかぶりしてる人がいかに知ったかぶりかというですね、はい、チャンネルクララサイレントマジョリティに支えられてますんで、うん、ノイジーマイノリティを炙り出したというそうですか、はい。まあ、他の番組もっとね、立派な先生出てらっしゃるかと思うので、まあ、それぞれいろんな方向性で立派ですけど、ね、まあ、今回ですね、まあ、こちらの、宮田先生のですね、900ページに及ぶ本です。合計中だけで87ページ本文800ページ、しかも2段組っていうね。はい、まあ一応お見せしましょうか。はい2段組、ね。ちなみに注釈と参考文献だけで、どれくらいありますかっていうと、これくらい、これだけ全部参考文献の中です。専門家にもちょっと読めないようなもので、はい、ちょっとお恥ずかしい限りで、まあ、いえ、なんで恥ずかしがるんですか。いや、やっぱりどれだけ読んでもらえるかっていうのがね、やっぱり重要な指標かとは思います、ね。いや、全く学術書には関係ないと思います、まあ、まあ、学術論文というのは平均的読者 1.5 人と言われますんで、低いですかね。いや、大体そのもんで、うち1人は本人ってよく言われますよねそうですか、はい、いや、それが3万5千人も見てるっていう、はい、いや、もっと薄い本出されたら、はい、多分3000人は買いますよ、うん、ああ、なるほどね、うん、いや、これさすがにね、これはね、9800円の本ですからね、うん、だって金星社、はい、もうこの本だけ1年終わりぐらいじゃないですか。はは、いや、知ってますよ、軍事史学出してる出版社ですよね、はいはい、これ普通本立てなくても立つんですけどね、はい、まあ、それはさておきですね、うん、はい、今日はですね、まあ、前回満州事変についてお話しいただきましたけれども、あ、ちなみに、英米世界秩序と東アジアにおける日本中国をめぐる協調と総国1906から1936、金星社2014年の中から596ページから612ページの、わずか16ページだけを、1時間かけて紹介しようと1時間ですね、まあ、1時間で紹介しきれるかなと、はい、まあ、1時間で紹介しきれなかった場合はどんどん伸びていきます、はい、こうして見ると一部分ですね、はい、あ、ちなみにそのページ数の該当する章と節を言うと、はい、第16章満州事変期の政治経済再編と対外関係の4節満州国承認問題とリットン報告書5、日本の国際連盟脱退とイギリス外交と、まあ、私コピーしていろいろ書き込みしながらやったんですけど、まあ、これくらいの分量はじっくり丁寧に、はい、著者ご本人に解説いただくということですね、はい、よろしくお願いいたしますまずじゃあ満州事変って何なのかって軽く、おさらいしておきましょうか。昭和6年9月18日劉長湖事件で始まって、昭和8年5月31日関空停戦協定で終わった戦のことです。で、正式な宣戦布告があるわけじゃないんで事変です。で、その原因としては、中華民国というのはとにかく排日がひどくて、まあ、理由はいっぱいあるんですけど、まあ、一つ挙げておくとそれ で特に満州の中の宝天吉林黒竜江、まあ、これを、東三省、東の三省で東三省と言いましたけれども、それに、満州人不その地と言われる根っか合わせて四省ということもありますけれども、まあ、とにかく、東三省では、まあ、そこを支配してた軍閥と書いてギャングと読む張学良との間に多くの懸案があって、で、切れた関東軍が日本政府と関係なく、日本政府どころか陸軍中央とも関係がなく、劉長湖事件を起こし、そして軍事的にはまあ連戦連勝、前線全勝だったんですが、外交的には国際連盟と対立し、そしてで、ここからが本題なんですけれども、昭和7年3月1日に、関東軍が満州国という国を作ったんですね。
で、よく満州帝国と言われてますけれども、帝国になるのは2年後です。で、執政という、まあ、大統領みたいなよくわからない地位に、まあ、溥儀という、清朝最後の皇帝を連れてきて、まあ、据えるわけなんですけれども、ただあの中央の日本政府は当時政友会の犬飼剛さんで、まあ、大蔵大臣が高橋惟幸だった内閣といえばチャンネルクララの皆さんにはおなじみでしょうけれども、でこの内閣はそんな国は承認しないと、日本の出先の軍隊が作ったのに当の日本政府が承認しないと、まあ、当然世界中で満州国を承認する国は一つもないわけなんですけれども、まあ、その犬飼内閣が五・一五事件という暗殺事件で倒れ、でここからはあの斉藤誠さんの内閣の話なんですが、宮田先生、今 の、はい、あのざっくりとした解説でいかがでしょう。はい、まあ、そうですね、まああのまあ、国際連盟との関係ということでもありますので、はい、まあ、概要としてはいいんじゃないでしょうか。はい、あの今あの軍閥と書いてギャングってふって笑われましたよね。そうですね、はい、いや私マフィアって言ったら、はい、マフィアじゃねえよってなんか東洋歯科のマニアみたいな人が文句言われたんで、あ、そうだったんですか。マフィアで悪いけどギャングだよって言って言ってんですけど、まああのそうですね、まあまあ、そういう解釈はまあ成り立つかなとは思いますけど、ね、はい、ということで、はい、まあ、どっちでもいい場合は どっちでもいいというのがチャンネルクラブの方針ですね、はい、というか私一人の方針ですけどね、はい、うん、じゃあ、今日の主な登場人物いきたいと思いますけど、総理大臣は今日お話しする期間は一貫して斉藤誠さんですね。主に昭和7年1932年の話しますけれども、で、この人は海軍大将で、この時政党内閣なくなって、まあ民政党も政友会も二大政党全部入って、で軍も官僚もみんな入れっていう感じでやってて、で外務大臣が、まあ、我らが内田康也、はい、あ、チャンネルクラブ的にはそうなんですか、はい、まあ、なんか昔の江戸歌舞伎における河野物奈みたいな役割をチャンネルクラブでは常にやってくれている人です。だから内田康也ってイメージどんな感じですか。まあ、やっぱり声優界に近いので ですね、なんかまあね、まあ正直イメージがあるかと言われたらあんまりどんなにもないんですけども、はい、まあ、普通の官僚かなというぐらいの、まあ、政党に近いといっても、まあ、あの政党にまああの何ていうの、あの、まあ、まあちょっと難しいので、まあ、原内閣の外務大臣からですし、西園寺内閣ですね、明治では、うん、明治大正昭和と3代で外務大臣唯一やった人、ああ一応そういうことになるかな、はい、で、あの未だに史上最長任期の外務大臣です。ああそうなんですか、はい、ああそれはちょっと意識してなかったですね、はい、気づかなかったです。で、その時の事務次官がバカ八ですね。いや別に有田八郎さんのことを私が、バカ八と勝手に名付けてんじゃなくて、はいはい、本人が書いてる、回顧録のタイトルがバカ八と人は言う、そうですね、はい、はい、人ですね。後に戦後社会党で、ね、うん、選挙に出て、はい、で都知事選に負けた時三島由紀夫って人に愛人スキャンダルをそのまんま書かれたんで、うん、宴の後事件って言って憲法判例で出てくるんですが、そうなんですか。その話はちょっと存じ上げない。いやいやいや、この人、お前実は社会主義者だったのかみたいな。あ、でもちょっと雰囲気わかりますね、はい、社会主義者でもやっぱりあの品事変の時にね、はい、やっぱりちょっとやっぱあのまあ特に英米とイギリスと揉め始める時のね、はい、あのまあ、外務大臣ということですので ね、この内閣でも外務大臣ですかね、うん、そうですね、はい、でそれでなんですけど、この3人って、まあ、特に内田さんとか、うん、白山三郎落日ボイではありえないほど美化されてるんです、うん、あ、そうなんですか、はい、軍の圧力に、うん、あの必死になって戦ったけれども自流に勝てなかった。広田ではなくて、はい、広田ではなくて、広田もそうなんですけど、あ、内田もそう書いてありますか。そ そうですか、はい、悲劇の死を遂げた外交官として、はあ、あ、そうですか、広田内田っていうのは軍部と戦ったかわいそうな強調、まあ、戦ったというのはちょっと今ね、やっぱ専門の研究ではちょっとまあそういう評価はちょっと無理だろうと思いますけどね。そうなんですよね、はい、で、日英関係のお話なんですけれども、うん、まあリットンさん、うん、ね、国際連盟が、一体満州で何が起きてんだって調査団を、まあ、昭和6年12月作って、うん、でイギリス人の、まあ、リットンさんという人ですね、うん、あのインドとかの植民地行政に長けてる人なんで、うん、まあ、採用されたと。ということで、はい、うん、で宮田先生の本の要約なんですけど、結構あの日英と連盟の妥協を図ってる、うん、
そうです、まあ、リットン自身はやっぱり満州国に対して基本的に評価非常に低いので、まあ、妥協を図ったというよりは、まあ、あのやっぱりイギリスの意向層と組んでるという、それで政治的に行動したということになりますね。はい、うん、なんですね。で、当時のイギリスの外相は、サイモンという人 で、はい、でまあ、当時労働党のマクドナルド首相が労働党を追い出されて、うん、はい、なぜか保守党 とか自由党を巻き込んで挙国一致内閣を作るという、はい、ね、人ですね。で当初は対日融和を図っているんですが、なんでそれが日本の連盟だったらなっていったのかっていうのが今日の、まあ、そういうことのテーマね、はい、ということでこんな感じで、いや本当はいっぱい登場人物うにゃうにゃと、まあ、それはね宮津先生の方出てくるんですよ、はい、こんな感じで勘弁していただいてよろしいでしょうか。まあ、大丈夫です、はいはい、まあ、必要があればね、はい、その時のお願いします。その都度なんですけど、まあ、要するに日本とイギリスっていう主語で見ていただければって感じですね、はい。まず、我が国ではですね、515事件の1週間すったもんだした挙句、斎藤誠を挙国一致内閣が成立しました。でのっけから6月3日に、議会で斎藤首相が満州国承認の可能性について前内閣が避け続けたことについて言及し、で2週間も経たずに衆議院が全会一致で満州国承認を求める決議をしているということなんですけど、で、まあ、私のまとめで言いますと、まあ、こんなことやると日本と連盟の関係はにわかに緊張しますよね。まあそうですね、はい、まあ、やはり、まあ、やっぱり議会というか、まあ、選挙がね、まあ、犬飼内閣の時も、何月ですかね、3月4月、2月から3月かけてですね、それぐらいですかね、はい、であって、まあ、当然政友会の方は、まあ、まあ、民政党を、ね、攻撃して、はい、どちらかというとイケイケどんどんという感じでやってますから、はい、まあ、そういう中で成立した議会でなかなか、まあ、おとなしい政策っていうのは難しかったと思いますね。やっぱり、はい、挙国一致内閣といったって戦前の大日本帝国憲法に基づいて議会の力ってものすごく強いので、はい、やはりもういざとなったらそれ予算止めることができるわけですから、はい、でその辺はやっぱり首相としては議会がそういう勢力ならばそれにこびるっていうのはまあ基本だと思いますね。すごい初歩的な質問ですけど、はい、当時、満州国承認なんかしたら、うんうん、国際連盟からいられなくなって、うん、大変だぞって代議士が言ったら次の選挙どうなります？まあそれはまあ、その外交問題がどれだけ選挙区で問題になるかというのはちょっと何ともかんとも想像できないので、ちょっとそれは分からないですね、はい、なるほど、はい、うん、で、宮津先生の、まあ、資料、はい、本の注釈のところ、外交文書使われてました、はい、日本外交文書を使われてましたけれども、つまり日本の外務省が押さえてた資料ですけれども、で、まあ、中国もいろいろここで動いているわけですよね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、当然ですよね、まあ、そう当然ですね、日本あんなこと言ってるぞって中国か、はい、中華民国から動くわけですね、はい、はい、まあ、特に国際連盟でね、まあ、日本やっぱり当時の中国はもう外国の力を借りるというのが基本戦略といいますか、はい、外交戦術になってますので、はい、まあ、何か日本でちょっとこう刺激的なと思われるものがあると、もうそれはもうすぐさま反応するという状態になってますね、はい、でここでポイント、じゃあ一旦ここでドドンとフリップもう一回出していただいて、イギリスがもうなんか外務省総動員で日本にお前やめろって動きますよ、まあそうですね、はい、なんですけれど、まあ、これちょっと解説していただきたいんですよ、まあ、外務大臣、はい、外務次官、それから駐日大使、それからまあ立党委員会通じて国連事務総長、うん、連盟、国際連盟事務総長通じてありとあらゆるチャンネル使って日本何考えてんだ、はい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 、ってなってるんですけど、これちょっとお、ね、解説お願いします、まあ、そう、やっぱり当時のイギリスは基本的に国際連盟で満州事変が解決できるという考え方は基本的にしてないんですね、はい、やっぱり満州国際連盟というのは基本的には大国を中心に、うん、まあ、これはまあ研究者、イギリスの方の研究者で意見分かれるところと、まあ、イギリスが国際連盟どう見てたかということに関わって意見分かれるところだと思うんですけども、はい、まあ、基本的に大国を中心に、まあ、意見調整をする、まあ、国際秩序を平和に維持する上でも、まあ、国際連盟だけの力ではやっぱ限界があるので、やはり大国がまず、まあ、地ならしていますかね、まずベースを、うん、まあ、平和に保った上で、その上で国際連盟の活動の範囲が広がっていくと、まあ、基本的にはそういう考え方をしていると思います。ですからそういった時に、その当事者同士で解決できない問題を国際連盟持ってきても、それは国際連盟機能不全になるだけなので、うん、ですから基本的に当事者同士で解決する、うん、まあ、国際連盟というのはそういう国まあ、多国間にわたる問題はまあ取り上げますけども、どちらかというと例えば中立的な委員会、まあ、あるいはで例えば第一次世界大戦後の、まあ、国境を調停する時でも、例えば
まあ、ポーランドなんかでね、あの、うん、シュレジエンの貴族を巡って選挙やるとか、はい、そういう、まあ、いかに中立的な手続きのもとで当事者間の、まあ、あの紛争を解決するかというのが、まあ、基本ということになりますよね。ですからやっぱり少なくともやっぱりイギリスにしてみれば国際連盟を宣伝の場と考えて、もうあることないこと、まあ、あることないことは言い過ぎかもしれないけれども、まあ、一方的な主張をして紛争が解決しないという状況に対してはやっぱ危機感がすごくもあるということになりますね。はい。で、まあ、あることないことって、ね、ちなみに、主語は誰ですか？まあ、ちょっとそれ以上は、まあ、それはまあ、お互い様ですよね。日本の場合もやっぱり最初紛争を起こしたのは間違いないわけだから、はい、まあ、その当時、その実態は分からなかったとしても、まあ、基本的には中国の、うん、まあ、やはり、まあ、事前にテロ活動があったとか、そういう反日ボイコットとかそういう問題もある、そういった時に、はい、まあ、そういう背景を無視して一方的に言われるということに対して、まあ、日本がまあ強く反論してますよね。ですから、そうなると、はい、まあ、お互いが、お互いを非難する場として国際連盟はあるのかということになるわけですね、はい、うん、まあ、そういう考え方は基本的にイギリスはしないということですよね、うん、ちょっと2つよろしいですか、はい、1つはですね、うん、日本が当事国になった最初の紛争ですよね、はい、まあ、そうなりますね、国際連盟、はい、ということはそれまでって日本以外の連盟当事国の誰か、うん、理事国の誰かがなんか揉め事の当事国ですよね、うん、あ、はいはいはい、だからイギリスとしては今まで公正中立の大国の日本がいたのに、うん、その日本が大国になって、はい、大国日本が当事国になったからどうしようかって、実はイギリスにとってもある種親戚で、それでイギリスの方が国際連盟どう見てたかって向こうの研究者の見方を教えていただきたいのが一つなんですけど、どうなんでしょう。そうですね、まあ、国際連盟そのもの、そうですね、僕の立場はどちらかというとイギリスの国際連盟に対するそのものの見方というのは実行能力的にその高い評価しているというふうなイメージがないんですよね、はい、まあ、そういう研究者はまあまあいると思います、はい、まあ、結構多かったと思います。だからそちらの方に近いということ前提で、で、まあ、私がやってる考え方近いのはやっぱり先ほど言いましたように、あの国際連盟自体のものすごく機能というのは、まあ、あのすごくあるし、実際連盟作る時も、まあ、そうか、そこまで遡ると、まあ、アメリカが提案しますけども実際作るのはイギリスなわけですね、はい、それはもうあのイギリスがもう本当にあの要するに細かいあの、まあ、規約なんかの原案なんかは、まあ、あのイギリスが基本的に作ると。ですからその時にイギリスが国際連盟 に、まあ、あの期待した機能というのはある。ただそれが国際連盟がそのものの機能仕事によって全てが解決するというような思い方はしていない。ですからまあどちらかというとイギリスが基本的に自国の利害はまあ最優先するのは前提として、まあイギリスがまああのなんていうの、あの大国間の協調を重視する、でその上でまああの国際連盟のまあ機能が拡大していくと。一方例えばあのまあ1920年の保守党の政権はオースティン・チェンバレンというのが外務大臣ですけども、やっぱり彼はそういう例えばあのフランスとかのあるいはドイツとかの、まあ、あの協調重視していくわけじゃないですか。ですからそういうオースティン・チェンバレンの外交は国際連盟を軽視するそういう外交だったというふうな評価も当然あるわけです、うん、ですから国際連盟については高く評価する場合でも基本的にはあの大国ヨーロッパ大国の協調がベースとしてあって、その上で国際連盟の、まあ、あのまあ機能に期待する、まあ、特に僕なんかの、まあ、ものはやっぱりイギリスにしてみれば国際連盟を通じた方がやりやすいということがあるわけですね、まあ、あのイギリスが直接介入すると、まあ、反発を生む、国際連盟を経由すると、まあ、あの民族自決の時代でも、まあ、一応それを、まあ、隔離見ろというわけではないにしても国際連盟の調停であったり、あるいは国際連盟が噛むような、まあ、あの国境問題の紛争解決とかするとイギリスの、まあ最終的にイギリスの有利に持っていくんだけれども国際連盟が入ると、まあ、反発を招きにくいと、まあ、そういう利用価値も多々あったということで、話し合いの場というか一つの常設会議場であり、ね、使える道具の一つであって、ええ、そこまで課題評価してないと、ええ、そうですね、やっぱりお膳立てがないと、まあ、機能しないものというそういうふうな理解でいいんじゃないかと思います。ということは日本という大国との合意がなければ、うん、ね、国際連盟自体は、はい、っていうことなんですね、はい、ええ、でまあ、連盟にもいろんなウニャウニャと日本、はい、イギリス以外の全ての国がくっついてきてると、はい、まあ、フランスはイギリスですかね。そうですね、はい、まあまあ、ロシアアメリカいらないとして、まあ、でも、まあ、ドイツがこれで何かやるわけじゃないから、ね、やっぱりあの国際連盟というと中華民国とその他大勢まああのフランスの場合はイギリス以上に自国本位的な考え方が非常に強いわけです、はい、まあ、国際連盟作る時でも、はい、まあ、フランス自体 の安全保障上国際連盟なんて役に立たないという考え方がフランス強かったんですね、はい、だから国際連盟作るんだったらアメリカの軍事同盟で保障するぐらいのものでなければ意味ないというふうな考え方をしてたわけです、はい、だから、まあ、国際連盟あの満州事変に関してもやはりフランスの場合は
まあ、連盟があまり実効性のない解決を出すよりも大国間の納得するような結論を出す方が、まあ、全体としては、まあ、安定的プラス建設的だろうということで、まあ、フランスは相当日本寄りですよね、うん、ですよね、うん、まあ、そこでなんか陸軍の行動派の皆さんがなんかくっついていったりとか、うん、それ楽しいこともありましたね。それはまあ置いといて、うん、で、まあ、つまりまあ宮田先生のイギリスは日本と連盟を仲介しようとしてたというのは、はい、日本と中華民国を仲介しようとしてたと、うん、読み替えていいんですよね、はい、この限定では、まあ、やっぱり、はい、対立があまり表面化しないようにするというのが基本なので、はい、ですから、まあ、当然日本に対しては火に油注ぐような行動はやめろという、はい、まあ、そういう行動になります、ね、基本的に仲間なんだから大国同士、っていうことですよね、まあ、基本的に、まあ、満州事変のこと国際連盟だったりって大国が小国を放り出した外交的に巻き立って珍しいものなんで、まあそう、うん、はい、普通軍事的に勝ってそうなるってないんですよ、ね、まあ、その辺はやっぱり1920年代の、うん、まあ、やっぱ第一次世界大戦のやっぱり異常なパシフィズムのやっぱ それはやっぱり、まあ、意味でも悪い意味でも影響力が大きいですね、はいはい、でそれでですね、2つ目の質問なんですけど、はい、まあ、昔私ですね、はい、満州事変期のプロパガンダについて研究したり論文書いたりしてことがあってですね、あ、そうなんですか。で中華民国っていうのは本当でも嘘でも、うん、もう何でも言うと、とにかく徹底して第三者を味方につけようと思って日本を悪魔化すると、はいはい、で日本は国際法的に何も悪くない、はい、で正しいことだけ言い続けてる、だからダメなんだよと、はははは、はい、いうふうに書いたことあるんですけど、うん、いや、はい、これ言うとなんか私ネトウヨと思われることを、まあ、学会にいた時からあいつは極右だみたいなレッテル張りをされてたんですけど、うん、はい、私今言った話って日本を褒めてるつもりは全然なくて、まあね、それは道義的には正しいっていう片面と、はい、外交的にド下手だよと、はいはい、いう見方で見てるんですけど、まあ、それは基本的にはそうだと思います。なんですよね。まあ、はい、日中関係史見ると、まあ、その例えば、まあ、こういう例えば適切かどうかわからないけれども、はい、例えば日本人が中国で一人殺されたとするじゃないですか、はい、そして仮にそれで日本側が何か軍事的制裁を取ったとするじゃないか、はい、そしたら最初の原因一人でも後の制裁で大きい被害出るってことはまあ普通ある、まあ、災難事件なんかも典型ですけどね、はいはい、そしたら宣伝やるときには初めのきっかけなんか飛んで、はい、こんな結果だというふうに宣伝すれば、はい、まあ、それは非常に効果的なわけですよね、なんかなかなかこう最初の段階で、まあまあ、なんかそれあまり抽象的な例を架空な例出してもしょうがないけども、まあ、だって日本人がそこで殺されたときに緊急事態になってるわけですから、もう後先考えた時に、まあ、増援出すとかね、そういう話になるから、まあ、その最初の事件を来た段階で日本が宣伝するっていうのはなかなか難しいというのはそれはあるんですけども、まあ、やっぱり最初の原因の部分とその結果の部分のまあギャップの大きさ、要するに中国側が、まあ最終的に起きたところでもう全てを被害者としてね自分を位置づけて宣伝するという、そういったところは間違いなく、まあ、まあ先ほどあることないことでそこにちょっと関わってくるかとは思うんですけども、逆にまあその中華民国ってもうそれしか武器ないですもんね当時。まあそうですね、はい、やっぱりやっぱり外国の支援を得るというのはやっぱ中国の本当に外交の基本中の基本ということになります。だ当時日本の新聞とか、まあ、当事者の日記とか意を持って意を制すってことは普通に出ますもんね、まあ、実際そうですからね、うん、ですね、だから結局 今の外務省に通じる問題国語の時からかというふうに思ってるんですが、じゃあちょっと次進ませていきたいですか、はい、で話を戻すと斉藤内閣が前内閣が固くない拒否していた満州国承認をなんか議会で総理を演説するわ議会が支持するわみたいな感じで緊張してイギリスが動いている中、我らが内田外務大臣が何を言ったか、いや音はやって感じなんですが、まず6月18日の会議で、満州国承認は時間の問題で閣議で、速やかに承認する、でも時期は言わないでおこうと、でその日、閣議の後午後内田は、日本にやってきたリットン調査団団長のリットンさんに徹底的な非妥協的な姿勢を示しっていうことで、で、イギリス側は内田大丈夫という感じですけども、でこの内田がまあ、これ実は宮田先生のこのフリップって宮田先生の論文の時系列逆にして、はい、時系列通りに書き直したんですけど、あ、なるほど、
論文では順番逆ですけれども、まあ、分かりやすく時系列したんですけど、ちょっとなんか都合でそうなってたんですね。はい、そういうことです。はい、で結局あの内田外務大臣がヘロヘロな憔悴した表情を見せたっていうのは、うん、もう日本これ譲れないからという一線を見せようとしたと。うん、もうやっぱり本人としてはもう他に手段ないんでしょうね。これ、ええ、仮に外務省とか斉藤内閣が満州国承認なんかやれっかって言ったらどうなります？まあ、何もならないと思いますけど、まあ、当時の軍というか、まあ、あの行動派になりますけども、はい、まあ、満州国承認望んでたのは望んでたと思いますけども、はい、まあ、国際紛争を起きるまで、ね、そこまでやらないといかんかということに関しては、まあ、それやったら犬飼内閣なんか持たなかったわけですからね、はい、ですから、まあ、特に、まあ、陸軍が特に当時の行動派っていうのは、まあ、後の、ね、統制派がもう行動派に対してもうちょっともう色つけた宣伝やりまくったんで、はい、もうちょっと頭のおかしい人たちっていうイメージ持たれてますけども、まあ、彼はどちらかというと、まあ、おとなしいですよね。なんか予算取ろうとしても負けるし、はい、荒木荒木正樹が高橋コ コレキを論破されて終わりみたいな、ね、だから、まあ、あのもう承認しないのが、はい、もうあの対連盟外交上絶対プラスだというふうに説得すれば、はい、陸軍のトップ聞きますよ。ですよね、うん、聞くと思います。ということはやっぱり斉藤と内田なんですね。やっぱり議会の問題ですよね。あ、やっぱ声優会、声優会、ね、じゃあ鈴木喜三郎が悪いんですか？いや声優会総裁、まあ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 、鈴木がどれだけ力あったかという問題もあるとは思うけど、すいません、あのどこにも力がないという結局みんな周りの顔色を伺ってて、だから逆に、まあ、その要するに力がないからそっちでね、そうこうやるという論理はあるんです、ね、そうなんですよね、ええ、結局あの一般論ですけど、対外的に擁護し外交できるって、うん、国内で独裁政権ぐらいやってないと無理じゃないですか、うん、典型的なのが、はい、今のプーチンですよね、うん、はっきり言えば、ね、国内でめちゃくちゃ敵がいないからできるみたいな、うん、鈴木、まあ、要するに政友会にしてみれば本来ならば、はい、斉藤内閣じゃなくて自分に来るはずだというのは、はい、あの間違いなくあるから、ね、ええ、やっぱりその議会としてはもうこれを引きずり下ろして今度こそ自分という論理も働くでしょうから、はいはい、やっぱりその点で、まあ、民政党を叩くとき、それからまあ今度、まあ、官僚内閣ができたとき、はい、まあ、そのときにやっぱりこう満州国問題と政争になったという理解でいいと思うんですけども、うん、で結局その鈴木喜三郎の政友会って、うん、まあ、これ1932年の話ですけど、まあ、33年のまあ国際連盟団体に至る話であるとか、はい、あるいは35年の天皇機関説問題とか、はい、もう常に民間右翼と一緒にいるじゃないですか、はい、まあ、そうですね、過激な方向に、はいはい、政府が、うん、もう満州国どうしようかってうにゃうにゃしてる時にしようとしてんだって、逆にその、逆の方向でそんな人ダメじゃないかっていうのは無理なんですね。まあ、やっぱり現場に、ね、まあ、あの戦死者いますから、はい、その時に弱腰って言いにくいっていうのはやっぱり世論的にはまああり得ると思います、うん、ね、うん、結局どこにもまとめる人がいないから、はい、なんか日本の国論が、うん、あの満州国承認に行ってみたいな、うん、まあ、やっぱりその辺はやっぱり後の品事変なんかもっと深刻で、戦死の規模もっと大きくなりますから、はい、まあ、その時に、まあ、この辺でちょっとやめときますわっていうのはなかなかね、うん、やっぱりちょっと結果を出した上で終わるというか、まあ、それで大東戦争も終わらなくなっちゃうんですけども、はい、まあ、そういうのちょっと欠陥はまあちょっとこの時代からもあるかなと思いますけど、まあ、この昭和7年当時生きてた人たちは自分が一体何やってるか分かってないわけです、うん、当然ですけど、まあ、まあ、まあ、そこまではちょっと言えるかどうかちょっとですけども、はい、まあ、とにもかくにもなんかイギリスから見たらお前日本落ち着けようなんですけど、日本の外務省の側として、外交当局としては、はい、もうこれ無理ですと、いう状況なんですね。はい、じゃあ次行かせていただきまして、で、これあの宮田先生のご著書で、あのイギリスには大前提として原則があって、国家主権尊重の原則であると、でこれは別にウィルソン的に道徳を振りかざしたものでも何でもなくて、大英帝国の国益にのっとったものですよね。はい、そうですね。はい、でどういうことかと説明していきますと、国家主権を尊重するっていうのを言い換えると、武力により国境の変更を認めない、でそのことによって小国が緩衝地帯になる、つまり、ね、自分と、まあ、他の大国との間の小国がある方がいいと、でとなると、あの自分であの防衛努力をしなくていいんで、そいつらにやらせればいいんで、あの自分の防衛負担が軽くなるということが大国間で合意できたら、あのすごい楽だなと。まあ、そうですね、やっぱり、まあ、
まあ、例えばベルギーとかね、か結局さかのぼれば本当に、はい、あの19世紀にもさかのぼるし、まあ、特にヨーロッパ以外の地域の問題と、はい、まあ、ヨーロッパの問題、まあ、いろいろ、まあ、通ずる部分違う部分あるとは思うんですけども、はい、まあ、イギリスが第一次世界大戦参戦するもベルギーの審判されたということですが、はい、やっぱりの国家主権のを重視しておくというその原則を、はい、まあ、あのこう確立しておく、そしてそれによって大国が、はい、まあ、牽制される自由な行動というもの、はい、まあ、恣意的な行動というものに対して自制をかける、はい、それがイギリスにとっての、まあ、世界帝国を維持する上での、まあ、非常にこう効率的な、はい、まあ、外交戦略の一部になっているということですね、はい、石橋湛山って人、はい、小日本主義って唱えたじゃないですか、はいはい、ですね、で元ってイギリスのグランドストーンっていう人が推進した小英国主義じゃないですか、はいはい、うん、それってイギリス近代経済学の植民地なんか持って自分で防衛負担するよりも、はい、そいつにさも主権国家であるかのような幻想を与えて、うん、自分でやらせた方がこっち の, あの金が楽だし、うん、はい、それで支配すればいいじゃないかってことですよ ね,、うん、すね、はい、えというのに基づいてるんです、うん、とベルギーなんて満州国とどう違うんですか、まあ、全然違うと思うんですけど、ベルギーってイギリスが作った傀儡国家ですよね、まあ、そこまで言えるかどうかもちょっと、まあまあ、いや私チャンネルクラロでですね、はい、パーマストンを紹介した時にですね、はい、パーマストンがどれくらいうまいかと、はい、自分の傀儡国家のくせにフランスを抱き込んで、うん、さもフランスが作った傀儡国家であるかのように思わせておいて、ね、自分の傀儡国家としてベルギーにも独立国であるかのような幻想を与える、日本は満州事変にこれやれよとなるほどね、はい、はい、はい、ね、呆れられてますけど、はい、あ、いえいえ、結局、まあ、一応理屈は通ってるとは思いますけれども、はい、いやいやいや、まあ、イギリスはやっぱりその点でやっぱり分割していくという、うん、やっぱそういう傾向がありますので、はい、ね、うん、自分で植民地すると面倒くさいんで、まあ、小国を主権国家として自分の、ね、クッションにしといて、お前がてめえで課題して自分守れた、それはイギリスを守ってることになると、はい、はい、いうことなんですが、でも本当の小国が大変になったときは、助けない、まあ、そうですね、もともとの国家主権の、まあ、尊重というのは大国間の合意として作っておく、はい、そうすると大国がそれを守るということは、まあ、イギリスの負担を軽減するということですからね、はい、じゃあ大国が破それを合意破ったら、じゃあ小国の主権を守るためにイギリスがさらに負担するかというと、もともとの理由がね、根拠が、はい、まあ、イギリスの負担を減らすというためですから、はい、まあ、イギリスの負担がどっと増えるようなことはまあやらないですよね、はい、なんかね、うん、フリップすごいこと書いてますけどね、小国の主権を部分的に制約することもそのためにあり得るってね、だからまあ一つの分かりやすい例はまあミュンヘン会談ですね、はい、1938年で、ええ、要するにまあ要するに事前に部分的どころが丸ごと丸ごとこっそりね、あの丸ごとくれてやってるじゃないですか、だからまあ、あの結局その小さなこう部分的な紛争をやっぱ拡大するということに対して大国間が非常に強いわけですよね、はい、まあ、そこで解決して大国間で合意できるなら、うん、むしろ、まあ、当時の、まあ、ネビル・チェンバレンになりますけど、はい、まあ、先ほどのオースティン・チェンバレンの義母、あの、はい、義母帝ということになりますけども、まああのまあ、むしろドイツを封じ込めという感覚ですよね、はい、彼としては、まあ、小国部分的に、まあ、ちょっと犠牲払っても、はい、まあ、あのそれでドイツを、まあ、部分的に条件認める形でもうそれ納得させれば、まあ、大国間の合意が再構築されるわけですから、はい、まあ、元に戻って、まあ、大国間の合意によって、まあ、それぞれの行動をまあ抑制するという、ミュンヘン会談の論理はそういうんですよね、で結局、まあ、大英帝国は健在と、ね、はい、うん、普段は小国を盾にして他の大国を牽制させておいて、うん、本当の小国が危なくなったら、うん、あ、向こう側の大国と手を打って、大体そういう時は小国を犠牲すると。そうです、ね、だからまあチェコなんかイギリスの利害で言ったらまあ関係ないですから。だってネビル・チェンバレンなんて他人のものは大盤振る舞いするじゃないですか、はい、自分のものは一切譲歩しないくせに典型、まあ、ですよね。いや、まあ、彼はね、あの実務能力すごく高いんで、はい、いや私今褒めてるんですよ。いや、まあ、あの彼もともとね、あの福祉政策すごいやってる方なんで、はい、うん、なんかその辺はやっぱりあのこう行政能力すごい高いですよ、はい、あの、うん、私のこと宮田先生ほとんど知らないと思いますけどあのネビル・チェンバレン日本人で私ぐらいあの名誉回復してやってる人少ないですよ。あ、そうですか。うん、まあ、真面目なこと言うと AJP テイラーの本を大学院でずっと外交史の先生のもとで読んでまして結局あのチャーチル英雄士官に対する疑念という点で、まあ、いろいろと な,、はい、なんですけれども、うん、でですね、まあ、今の、まあ、もう一回フリップで大英帝国国家主権の尊重の原則というですね、さも綺麗事言ってるかのように普段は小国を盾にしていざとなったらそいつらを犠牲してあの敵の大国を抑えて自国の利益を守るというエゴむき出しな、いや違う、仮面をつけたエゴ、あ、まあ、そこまでも言わないんですけどね、よくあの国際連合が仮面をかなぐり捨てた大国主義で、はい、国際連盟が仮面をつけた大国主義と言われるじゃないですか、まさに大英帝国そのもので、本当に
の綺麗事言いながら自分のリーチしか考えてないというですね、もう素晴らしい倫理的な人たちじゃないですか。うん、ということは、はい、日本イギリスと話してきてるじゃん。まあここがポイント。なんかその先ほど話した結局イギリスの場合は。その例えば第一次世界大戦の場合はベルギーですけども、はい、第二次世界大戦の時はもうポーランドになるわけですよね、はい、ですからやっぱり本当に何ていうの、あの一線があるわけですよ、はい、まあ、ここはまあ捨ててもいいかなという部分と、はい、ここは許せないという部分があって、はい、ですからそこはもうイギリスのやっぱ最終的な国益の、ベルギーは絶対ですよね。ベルギーも絶対だって、あの日本の対馬とあの朝鮮半島より近いじゃないですか先頭からそうですね、はい、これ知らない人多いですけど、はい、そうの絶対ですよね、ベルギーの、絶対ですね、はい、うん、でポーランドはあれ、うん、はまあ、あの時点ではダメだったわけですね。あのポーランドに使ったら微妙で、うん、結局あの要するにあのまず国際原則でまずミュンヘン会談、ね、はい、あれをまあ実質的に破棄にするに近い、だから、はい、結局、まあ、ミュンヘン協定は、まあ、チェコやるからポーランドも諦めるみたいな感じがあるわけですよ、はい、で、まあ、ミュンヘンの前にはオーストリアの問題があったしね、はい、だからもうちょっともうあのもうさすがにもうちょっと限度があるというのが、まあ、大国の一線がですから、もうあのここで一線も超えてるよという点で宣戦布告はするわけです、まあはい、でも全面戦争やらないじゃないですか、はい、ですからそこはあのポーランドに関しては国際原則という点ではイギリスの一線を超えたけれども、うん、じゃあイギリスが本当に全面戦争やるかとまでは言ってないわけです、うん、まあ、要するにナチスのクーデターを追ってますので、はい、そこはもう秘密工作でやるという、はい、なんかフランスが、ね、あの降伏してからイギリスは全面戦争になりますけども、はい、まあ、それまではまああの宣戦布告はするけれども、うん、むしろナチス政権をいかにこう内部から崩し落とすかというやり方をしているという点で、はい、ですからまああのやっぱりまあ、ベルギーとは全然比較にならないですよね。うん、ね、となると満州ってベルギーとかポーランドと比べてどうなの？まあまあはっきり言ってもどうでもいいです、ね。どうでもいいです。だからまああのまあその先ほど言ったまあポーランド東アジア全体での、うん、位置づけで言うならばやっぱポーランドに近いという感じになるんじゃないですか。先ほどの第二次世界大戦の時のね。でもそう、まあ、そこよりもちょっと軽いですけど。軽いですよね。軽いです。もうベルギーとかポー、まあ、ベルギーは論外として比べるのは、うん、もうポーランドと比べてもやっぱり軽い、うん、もう東洋に大英帝国が全ての艦隊集結なんてありえないじゃないですか、うん、まあ、あとまあ時期的な問題もあると思いますけどね。1932年のこの段階で例えばロシア革命が起きてなくて、はい、もうあの例えばロシア帝国がまだ健在で、はい、あそこで中国を叩くとロシアが利するみたいな判断があるとイギリスは多分介入する。でもあの当時の状況だったらもうソ連ガタガタなんです、はい、当時まだまだね、あの、うん、まあ、4、5年経つと一気にソ連強くなりますけ ど、 全然別ですけど、まあ、当時ソ連はまだあの、うん、ちょっと、まあ、まあ、中身よく分かってないんですけ ど、うん、けどで、うん、だということは別にイギリスだってアメリカだってソ連だって満州の問題で日本と全面戦争なんて誰も考えてないじゃないですか、まあですね、はい、となると日本が一個だけ俺の顔立ててくれって言って一個立てたら、はい、こうはなんないですよね。まあそれがまあ今日の主題である国際連盟承認問題、はい、そうですね、はい、そうですね、満州国のね承認問題、はい、ごめんなさい、満州国承認問題、はい、言ってるわけですよね、はい、で、まあ、つまりあの日本と国際連盟の対立っていうのは満州国を承認するかしないかだけ、ええ、でじゃあその立党委員会を送り出したイギリスはどういう報告書を送ってきたかっていうのが有名な立党報告書でポン、まずですね、立党の報告書公表を待たずに日本が満州国承認しちゃいました。はい、はい、何を焦ってんだと。で、報告書が公表された内容っていうのはあの中国の主権下で自治政府を構築する、まあ、要するに満州国承認を否認しながら現状復帰も否定してるんで、ざっくりと言うと、日本のやったこと、まあ、関東軍の行動全部認めて、形式的にあの花持たせてくれよということですよね。まあそうですね、はい、つまり満州国を日本国が大日本帝国が国家承認しなかったら全部中身やると。まあそこまでは言えないと思うんだけども、はい、まあまあ、とかちょっとあの何とも言えないですけども、まああのまあ、そもそも日本が満州国承認したのは、はい、もうこれはもう立党報告書が出た後だともうまず間違いなく満州国の、はい、否認されるのはもう、はい、ほぼよ、まあ、もう予想されできますので、はい、ええ、もう離党国書出た後に承認というタイミングがもうちょっとありえない、それも容易に想像できると思うんですよ、はい、でだから、まあ、あと、まあ、最初に出してしまえば、はい、もしかして離党国書の方が譲歩してくれるかもしれないという期待が、まあ、あんまりないとは思うんだけども、まあ、要するにもう先にやった方が被害が少ないという考え方だと思います。
あとなると逆に斉藤内閣としては、うん、あの立党報告書待とうよって粘ってたら、うん、状況変わったかもしれないわけですね。なるほどね。まあ、うん、先ほど話した国内の問題もあるし、うん、まあ、なんともそこはちょっと言えないかなと思いますけどね、うんうん、まあ、でもこれよくよく見るとなんでここにこの本を置いてあるかっていうと、私バルカン半島の本も書いておりまして、はい、で、まあ、これ日本外交文書に残っているバルカン関係 の、 あの資料をあの中心に集めた本なんですけど、はい、なんでバルカンに興味を持ったかっていうとこれなんですよ、まさに。あ、そうなんですか。実はだからリットン報告書ってこれ要するにブルガリア方式じゃないか、うん、つまり1877年ロド戦争の講和条約で、はいはい、ロシアが事実上オスマン帝国からブルガリアを分取っていって、うん、で同じスラブ民族のブルガリアに、うん、まあ、大公国を作らせようと、はいはい、まあ、事実上のブルガリア大帝国を作らせるみたいな、はい、まあ、満州国の走りみたいなことをやるんですけど、はい、それにイギリスとオーストリアが反発して、はい、ドイツが仲裁すると称してベルリン会議招集して、でそれであの、まあ、そんな領土は認められないけれども、うん、まあ、ブルガリアの独立は事実上認める、はい、その代わり、うん、オスマントルコの主権下に残せと、はいはい、だって当時の外交官でおよそヨーロッパに勤務した人間だったら全員知ってる話なのに、そうですね、うん、でもうちょっとそのロド戦争の近過去、はい、もう、そうですね、当時の現代史の話ですよね、はいはい、うん、まあ、当時のイギリスの外交文書にも、はい、あの、まあ、解決策は要するに中国の総主権認める、はい、そういう案が出せるかどうかだと、はい、で、まあ、イギリスが出す話じゃないんで、はい、まあ、当事者の間で、あの、要するに満州国の主権は、うん、まあ、ちょっとグレーゾーンにして、はい、中国の総主権だけを認めてあそこの政権をどういうふうに改変するかという、それが一番妥協案としては現実的ではないかと、うん、ただこういうのイギリスが出せば袋叩きあるの分かるんで、うん、だからそれはもう当時もう、ま、あの国際連盟がそれを出せるかどうかだという、うん、自分でやんないで連盟、うん、そうそうそう、うん、さっき言ったやつですね、うん、自分で言ってまずいこと連盟やる、まあ、そう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 、ええ、うまいな、そで、まあ、多分まあ無理だろうなとは思ってるんだけれども、うん、まあ、でもそういう今のね話からすると、はい、まあ、イギリスにもそれに通ずる考え方は、まあ、あの一、まあ、官僚の意見としてね、はい、まあ、メモにあるというだけですけれども、そう、いや、はい、いや、それでですね、はい、なんでこの時あのヨーロッパ知ってるあの外交官いねえんだと思ったらですね、はい、あのオーストリア講師やってたやつが一人いました、はい、内田康也ってやつそ, そういう時期ね、あのそのイベントキャリアとして、ね、だって元オーストリア公使です。あ、なるほど、はい、はい、うん、ちなみに内大臣の牧野信明も、はいはい、オーストリア公使経験者。あ、そうね、うん、で牧野の回顧録なんかだと、はい、あの結構バルカン時代のこと詳しく回顧してますから、もう牧野とか内田ってこれ見た瞬間に、まあ、そうだね、ブルガリア方式分かんなきゃいけないわけです、うん、西洋式持ちだってパリにいた人ですから、うん、そうですね、ていうか外務大臣がそれ知らないってもう、まあ、どうなんだろう。日本人の感覚からすると、うん、やっぱりこういうイギリス当時のイギリス外交という感覚自体がやっぱり分からないんだと思いますけれども、うん、つまりそれヨーロッパが分かってない、外交が分かってないってことじゃないですか、うん、まあ、あのまあ、私もちょっと不勉強であれですけども、はい、別に私の今のこの説明特別もう自分のオリジナルだというふうなことも言いませんけれども、はい、あまり日本でもそんなにイメージはないかとは思うんですけど、どうでしょうかね、はい、いや、そういうのを、うん、あの徹底的に当時のイギリス外交について、ね、あのもう、うん、なんていうんですかね、そこ、まあ、その学会の体質言ってもあれなんですけれども、はい、そういう議論するとめちゃくちゃ嫌がられたんですよ。あ、まあ、そうだろうなと思いますけど、ね、外交資料館とか、はい、まあ、イギリスの DBFP という外交ものですね、はい、ああいうのに行って、あの、そこに文字で残ってあるものだけを引っ張ってこいと。あ、なるほど。だ今見たらこれブルガリア方式じゃんっていうのは、もうブルガリア方式という文字を探してこないと相手にされないみたいな、うん、探してこなくたら世界史教科書のレベルで分かる話なのに、うん、まあ、一応歴史学会ってブルガリア方式という言葉があるかって、もう全部だから、ね、六本木の外交資料館でひっくり返して一冊の菩薩が出てくるの20分待つの、うん、何回繰り返せばその文字が出てくるだろうみたいな、まあ、そんなこと言ったらウェストファリア条約だって、そんな、なんていうの、ウェストファリア体制だのそんな言葉なんかないわけだから。そうなんですよ。でもそういうのをね、まあ、類型化というのは学問方法として別にないものではないとは思うけれども、でも歴史学会って類型化ってめちゃくちゃ嫌いじゃないですか、うん、ああまあそうかな、うん、はい、いや、でも、でもこれ普通、まあ、あの私が言いたかったのは、ね、まあ、今でもやっぱ外交史に関してはやっぱイギリス外交史っていうのはまあやっぱなんていうの、あの非常にこう
プラティカルなレベルで、はい、うん、あのやっぱり日本人と違う発想で動いてるというのが、まあ、非常に、まあ、あるとは思うんですね、うん、そう、うん、で当時の日本人はやっぱそういうところはよく分かってなかった、はい、その一方で、まあ、あのそういう当時のイギリス外交に関する理解が今のところです、今の日本でも、まあ、あの少なくとも一般的には共有されてない、ない、だから今分からないレベルのものを当時の人に分かるっていうのも、まあ、しにくく難しいかなと。いやいやいや、いや その前の榎本武明とか、うん、小村寿太郎を分かっていただよっていう本なんです、はい、あ、そうなんですか、はい、それ失礼いたします。いや実際バルカンを彼らがどう見てたかって、うん、実は日本外交史の通史でも、あ、そうなんですか、それ大変失礼いたします、はい、いや榎本はもう明らかにそれ分かってますし、あ、そうですか、普通に榎本の資料見てても、うん、あの出てきますし、はあはあ、はい、なるほど、そう考えると、まあ、なるほどね。ちょっと、まあ、いやというか、まあ、今もう一回フリップ出していただいて、イアン・ニッシ先生の名前、まあ、はい、当然宮田先生の方に あったんで、うん、まあ、はい、あのロンドン大学のアントニー・ベスト先生の師匠さんで、はい、まあ、イギリスの日本外交の権威です、ね、まあ、そうですね、日本外交史の、はい、だから今話したような話分かってないと、ニッチ先生の本に何書いてあるかすら分かんないし、それも分かんなくて、うん、イギリスの外交文書読めるのかで、まあ、結局それが分からなかったら日本外交の問題点も分かんないんじゃないかと。まあそうですね、はい、いうごくごく常識的な会話してるはずですが、まあ、まあ私も若い頃を考えるともう恥ずかしい限りで、やっぱりまあもうなんていうかな、若い子はやっぱ頭悪いし読んでる量なんて少ないから、まあ、あのとにかく読んだ資料たくさん読んでそれだけで議論やるのは当たり前だと思ってたから、まあ、あの国際関係ちょっとやっぱり日本とイギリスの関係だったら日本とイギリスのことの、まあ、外交的な接点だけ勉強するというとこからスタートしますわね、まあ、本当に初学者はね、はい、だからやっぱりその点でもっとイギリスのもっとイギリス史全体を理解してこうだとか、うん、その背景の日本史についてもね、その背景全体を理解してこうだ、やっぱそれにやっぱ相当なやっぱ勉強積み重ねて初めてってことになりますから、字を読むだけが歴史学じゃなくて、その字を読むためにいろんな知識が必要だっていうことですよね。まあ、そういうことを私今仕事でやってるんですけど、はいはい、でそれでですね、まあ、イギリスは日本民国連盟って、まあ、今この時点で中華民国と国際連盟ってまあ一体のようなものというか、日本だけが自ら国際連盟に、うん、満州国承認を求めているので、はい、孤立の道を突っ走ってるって感がありますけれども、じゃあなんでそこまで日本は満州国承認にこだわったかっていうのは、そのリットンレポートへの反応を見てると分かるんですが、これ宮田先生の本から、引っ張ってきましたけれど、まず我らが内田外相、調査団は真相を把握していない、シナ人の国民性を分かっていない、我々の立場と根本的に異なるだそうですが、まあそうですね、まあそうなんだけどどうなるの、はい、まあまあまあ、難しい、まあ、真相を把握してないというのを、まあ、うん、まあ、内田も分かってるかという問題もあるから、はい、もうやっぱりこじれにこじれてるからね、はい、そこはもうちょっともう、うん、もう、まあ売り言葉に買い言葉みたいな感じだとは思いますけど、まあ、ただ中国側のね、それ国民性の問題はやっぱ当時としてやっぱ1920年代以来の以降になりますので、はい、やっぱり、まあ、それも中国社会の問題、やっぱりなんかそのこう確実な合意なり妥協なりを積み重ねて全体的な何ていうかな、あのこう調和を回復するというのは中国ではなかなか苦手ですのでね、はい、やっぱりもう初めに結論であったり中国の目標を掲げて、もうあのもう乱暴に全てをこう否定するという、うん、そういう外交で日本側は大変苦渋なめてきた、まあ、経験があるわけです。ですから、うん、まあ、でそもそも中国側と話し合って拉致が開くのかという、まあ、根本的なところでね、うん、やっぱり当時中国の国民性分かってないという時にはやっぱりあの、うん、いやそう言ったらあなた中国人と交渉してみるみたいなね、はいまあ、そういう、まあ、あのもう感情というのはあるかなと思いますけれど、そうですね、うん、で斉藤義良英さんの名前が出てきたので、はい、うっと思って、この人物どういう人かっていうと、この時点で実は外務省を辞めて満鉄理事ですよね、うん、外交史辞典に、あったではそうなってたんで、拾ってきましたけれども、ウィキペディアだとなんか空白になってましたよ。で、リットン報告書への対応した中心人物なんですよね、まあ、こちらの本で書かれてあって、うん、なんでその人が対応系統した中心人物なのか今一つよくわからないので後で聞きたいんですが、外務省の顧問か何かですよね、ええ、だから局長とか課長はやんない、
まあ、やってることはやってるんです、はい、まあ、やっぱ専門意見って言いますね、そういうことで満州、はい、ちょっといや満州のことが問題なんじゃなくて、はい、むしろ国際連盟とか あいつらをどうやって騙されるかっていうのが問題な時期ですよね。ああ、そういう話ですか。つまり、いや、つまり今の、まあ、多分事実として宮田先生のおっしゃった通りに、はい、ウッチーはやったんでしょうけど、はい、何が問題かって、自分の立場を言うことが問題であって、うん、第三者で説得するっていう問題視がないってことですよ。それはね、確かにね、はい、はい、まあ、現場の意見ということでね、はい、はい、いや、こんな現場の意見なんか聞いたら余計強行になるに決まってない。まあそうですね、まあ実際そうなりますからね。でしかもこいつ後に三国同盟推進した中心人物じゃないですか。まあそうですね、日独位、そうですね、松岡の領袖金として、はい、いや、松岡の、なんか、ソ連崩壊後の資料で松岡洋介の側近にはコミンテルがいっぱいいたから、ゾルゲが一人捕まったぐらいで痛くも痒くもなかったって後にスターリンが言ってて、真っ先に思い浮かんだのが斎藤なんですよね。あ、そうなんですか。松岡って大橋忠一と斎藤の2人しか側近いないってよく言われるじゃないですか。大橋中一、杉原中二を最後まで守った上司だしって考えて、ーはーはーはー、でこの斎藤良英の回顧録って 5W1H が何にもなくて、なんかどさくさ、最後まで読んでると松岡洋介が悪玉になっちゃうっていう人じゃないですか。ものすごい怪しい人で、もうちょっと全然記憶ないんだけれど、いや、でそれで宮田先生の本、この番組のために読み直してみたら、はい、斎藤こんなとこにもいたのかと思って、ああなるほど、そういう、はい、そういうちょっと以前の関心があったわけですね。そうなんです。まあ、まあ、当然今日の振り台本は宮田先生の本の通りなんですけど、さすが宮田先生、目の付けどころが違うと思った。いや、まあ、まあ単純に、まあ、関係なこと言ってるなということで使わせてもらったんだけれど。ですよね。自然に資料って言ったらそんなのがっていう。まあ、そうですね。はい、宮田先生、この本の元になっている、はい、今日のところ論文書かれたのはまだソ連あった時代ですよね。もう崩壊してたぐらい。もう崩壊してたんじゃないですかね。どうですかね。もう崩壊して。ちょっと急に言われてもちょっと正確な記憶が出てこないけれど。はい、まあでもベノナとか出てない時代ですよね。あ、それはないですね。はい。はい、でさらにですね、斎藤さん何言ってんだと思ったのが、じゃあなんで満州国を絶対承認させなきゃいけないか、国際連盟の国際とか国際管理とか絶対受け入れないかっていうと、そもそもシナというのは条約を遵守しない国である。うん、だから満州国を否認なんかしちゃって、中華民国の主権なんか認めちゃうと、今まで満州国作る時に協力してくれた親日派の連中が地位と財産、そう、下手すら命まで奪われると、うん、まあなんか部分的正論です、まあ、そうですね、まあ、これは確かに、これ言われるとちょっと、まあ反論はちょっと難しいかとは思いますね。うん、いや、でも本当にここでまずいなと思ったら、イギリス人だったら切り捨てますよね。ああ、そうだね。日本ってもうそういうこと絶対できないですよね。そうですね。今まで付き合ってきた仲間なんだから、はいはいはい、みたいな、はいはいはい、で世界を敵に回すのと天秤かける、まあね、今までのね、まあ紀子とかあの辺ですかね、馬仙座もいなくなっちゃいましたからね、あ、まあそうですね、うん、みたいな、その満州国作るのに協力してくれた人たち、はい、まあ、人がその富士ですかね、まあまあそうですね、うん、愛新神楽一族と全世界を敵に回すのをかけて、はいはいはい、愛新神楽一族とその取り巻きを取ったと、どんな教費投資なんですか。まあそうですね、そこはまあ確かにおっしゃる通りだと思います、はい、うん、まあでも本当この斎藤の言ってることって部分的に正当だから困るというか、まあ、まあそうですね、シナが条約遵守したのって記憶ないんですよ、中華民国が。まあそれ意外に実は微妙なんですけどね、はい、全く守らないわけでもない。すいません、100% 守って普通なんですけど、なんか結局宮田先生それかばってるで、むしろ貶めてます。つまりなんていうの、条約の解釈上の問題っていうのはあるんですよ。はい、だからその点で言ったらアメリカだって条約守らない国なので、はい、だから今のね、これはこうパリの中二酸化炭素のなんとかとかで脱退するとかあったじゃないですか、はいはい、やっぱ日本、例えば日米外交でもやっぱり条約の、はい、あしたグレーブ、まあ大概なんていうの、やっぱ日本とアメリカの条約でも、はい、日本語と英語とあとフランス語を用意したりということもあるわけですよね、はい、で、まあ、解釈の違いが生じるということはまあよくあって、うん、で大概そういった時にはまあ当時交渉の経緯から解釈し直すというのがまあよくあるんですよね、はいはい、でもアメリカはそのも全部無視しますから、はい、まあ、その時の都合のいいように解釈をパッと変えて外交交渉、うん、はい、だから、まあ、破ると言ってもそういうなんていうの、解釈的な問題で破るというレベルで、まあ破ってる、うん、あるいはまあ
そのレベルで止まってるならば、なんていうの、あの条約守らないとまでは言えないみたいな言い訳は成立する。すいません、あのとどめさしました、今宮先生変わってるようでかなりとどめさしました。まあ、代表的なのは、まああのはい、例えば1920年代通じて、まあ、あの21か条要求というのと、はい、あと日中間の通商条約の問題が2つあって、はい、で21か条は要するに暴力で要求されたからあれは無効だという言い方をします。でただ、うん、まああのこの問題はやっぱり中身をちょっと詳しく話してたらもっと1時間飛んじゃうんで、はい、まあ、あのもうちょっと省略しますけども、まあ、あの例えば通商条約の問題なんかだと期限が来たからもうあと無効なんだという言い方するわけです、うん、はい、でその言い方というのは条約守らないという言い方とはやっぱちょっと違うんですよね、はい、うん、でいやまだあの要するに合意が成立してないならば全、まあまあ、条約存在しているものとして扱うべきだという考え方と、うん、まあ、ないんだったらもう、うん、あのもうないものとしてそういう対処すべきだというのは、はい、まあ、そのもう条約上の解釈で もう超えてる問題でもあるの で、はい、でそうすると、まあ、日本側としてはまあそこはまあもう宣伝というかね、うん、まあ、そういう戦略もかかってくるということになるから、うん、まあ、難しいなと思います、うん、だから本当に、形式上総主権、まあ、中華民国の主権どっちも同じものですけど、はい、認めても関東軍が入れなきゃいいって発想立たないんですね、大日本帝国。まあ、まさにブルガリア方式はそうだったんですけど、はいはい、形式上とオスマントルコに主権はあったけれども、総主権というか主権はあったけれども、はいはい、ブルガリアにトルコ人に入れないと、はい、もう事実上完全な独立国であると、まあでね、でまあ、関東軍がそれを入れないと、まあ、論理的にはあれですよね、うんうん、論理的というかもうリットンそれ狙ってますよね、いやそこまでは言えないと思うんですけども逆に国際管理っていう案は、まあ、それやられるとできないですけど、まあ、あのイギリスの方もリットン報告書を見ると、うん、まあ、いいけれどもこれは無理だって判断してますので、うん、だから多分日本が強行だから、うん、だから中国であそこ国際管理委員会作ってもちょっと機能しないよね。そうですよね。だから、結局あの中華民満州国に中華民国の人間をいかに入れないかって、うん、はいはい、ができるかってところで、うん、まあ、それだけがやっぱりそれはもうあの日露戦後の例えば満鉄の中立間の問題とか、まあいろいろまあ伏線はあるんですよ、うん、要するにあの結局多分中国本土 の、うん、まあ、あのヨーロッパの権益で日本が割り込むというのは非常にまあ難しいわけですよ、うん、で満州で日本が例えば満鉄取ったからといって、まあ、それで、まあ、あの例えばイギリスとかアメリカが、ね、文句言ったりとかね、例えばあの、日露戦争の後に要するに満鉄を国際管理にしようというふうな提案をアメリカがするわけですね、うん、でそういうのは結局中国本土の利権は日本分け前ないのに満州の利権に関しては日本がロシアに戦争して勝ったら途端にヨーロッパ諸国と共有するのって話になるわけですよ、うん、はい、でそういうやり方って普通の日本人で、まあ、当時の感じとしては、まあ、それ要するにもうなんていうの、あのもう美味しいとこ取りっていうかね、一方的な利益収奪みたいな話になるわけじゃないですか、うん、やっぱり当時の満州国で国際管理案といった時には要するにやっぱり日本が、まあ、それこそ日露戦争で勝ち取った権益をヨーロッパ諸国が横取りするみたいなイメージで取られがちですよね、うん、だからやっぱり満州の国際管理案というのは当時の日本人の感覚でもちょっと受け入れ無理だろうと思います。リットは国際管理って基本的にはそういうに近いと思います。うん、うん、な現状、まあ、曖昧ですよね、その現状復帰は認めなくて、はい、ね、じゃあどうするかっていうところで、でも本当にブルガリア方式でいいよねって日本語が言っとけば、まあね、うちでお前がいいよな、まあ、一応国際管理委員会みたいなのを作って、はい、日本側に配慮するということではあるんですけど、ね、はいはい、うん、まあ、結構バルカでそれやってるんですよ、マケドニア委員会とかなんとか委員会を作って、はいはい、もう委員会で勝手に揉めてても、まあ、揉めるのはもう約束されてますね、うん、もうそう揉めること前提に作る委員会 で、 そうです、ね、実際にはうちの軍隊がいるからそこの委員会文句があったらもう一回戦争するかみたいな、はいはい、そういうやり方なんですよ。それが曖昧だところ、あ、で、あと、戦後外務大臣になる、まあ、戦前戦中もやってますよ、重光守さんが3月時点で中止行使の時に、はい、支那が外部の力で立ち直ることはない、まあ、その通りですよね支援しても反日に利用されるだけだ、はい、だからもう満州国作って、はい、もうこれでやってもう全部排除するしかないんだ、はい、まあそうですね。結局日本の中で満州国承認を捨てるってオプションもなくなってるってことですね、まあ、当時の雰囲気ですよね。はい、はい、いや私が総理大臣だったらもう515事件もう一回やられてても絶対もう満州国見捨てますけどねあの、まあ、そちらの健全だとは思います、はい、もう富士とか死ねとか言いますねいやだってプーチンまさにそれやってるじゃないですか今現に
なるほどね、はい、でまあ、基本的にはその考え方は正しいと思います。はい、うん、じゃあ、結果的に、まあ、リットン報告書が、公表されて国際連盟が再開されどうなるかっていうことなんですけど、11月21日に理事会が再開され6日から臨時総会が始まり、で8日に松岡洋介のという人が有名な十字架上の日本演説をやり、で我らがウッチーはしめしめ、我が方に有利に展開してるぜと言ってるんですが、まあ、ここあの十字架上の日本に関しては宮田先生の本では引用されてないんですが、まあ、10日なんでいきなり内田が我が方に有利に展開するのかと分かんなかったんですよ。これなんで内田は急にこの状況で思ったんですかね。まあ、まあ、そんなに展望があったとも思えないけれども、うん、まあやっぱ正面突破できるという感触だと思います。まあ、もう日本は承認して、うん、はい、あと何言われようがもう日本の独自行動の問題なんだと。で、まあ、国際連盟が例えば経済制裁するとかということ、まあ、懸念は、まあ、当時結構あったと思うけど、まあ、現実に本当にやってくる国があるかということに関しては、まあ、そこまでの危機感はないと思いますし、実際に後のイタリアとかソ連と違って何の制裁もされてませんもんね。うん、ないですね。日本が勝手に出ていたわけですもんね、格好としては。まあ、 はい、その辺つながらないんですけど、居座っちゃダメなんですか。はい、居座っても良かったと思いますよ。はい、まあ、なんで出てったのか実はよく分かんないそれも結論言ってしまうのはイギリスが出そうとするわけだけれども、はい、まあ、日本側としてはやっぱり連盟が出てけって言ってる状況で居座るというのは、まあ、それもやっぱり国家のプライドにかけてできなかったということですね。逆にロシア人だったら死んでも居座られちゃうんですか。ああ、それはそうでしょうね。はい、はい、アメリカだって居座れますよね。そうでしょうね。同じ状況だ、はい、だからなんで日本人でそんなナイーブなのかっていう、まあ、歴史学と関係がない質問で恐縮なんですけど、まあ、でもそれはナイーブはナイーブですね。うん、事実としてナイーブですけど、まあ、そこまで開き直りできなかったということですね。うん、私だと居座りますけどね。なんか問題ありますか。まあね、はい、はい、でなんかどうせほっといたらムッソリーニあたりがエチオピアで揉め事起こすから、はい、じゃあ俺が解決してやるよって満州国承認しろやみたいなそういうこと私ならやりますよね。まあ、やっぱり日本外資方針のやっぱ基本だと思うけれども、うん、やっぱり日本は、まあ、特に20世紀の日露戦争が終わってからその後、まあ、うん、第一次世界大戦終わってやっぱり講和会議の、うん、まあ、前後の変化といいますかね、はい、その結局日本はヨーロッパ諸国、先ほどね日本が満州で例えば権利取っても、 もう途端に共有しろみたいなの言ってくる、やっぱそういうことに対するヨーロッパに対する危機感というのはあるわけですね。うん、ただ第一次世界大戦が終わった後やはりもう一等国、まあ、大国としての承認を得られて、うん、やっぱりそこから日本の外交価値観って大きく変わる。それまでは、まあ自国本位でやってるというのが、まあ、パリ講和会議の、まあ、失敗とよく言われるね、まあ、もう自国の権益利益のことばっかりで新しい外交に対応できなかったと、そういうやっぱ反省当時の外交官に多々あった。でそうした時にやっぱり彼らとしてはこう大国としての、まあ、世界的な、まあ、承認を得たい、そういう気持ち非常に強かったと思いますね。はい、でですね、まあ、松岡洋介、全権の十字架上の日本演説っていうのは、うん、今の外交史家では軒並みこんなものは反感買っただけだみたいなことをいろんな方が言ってて、うん、まあ、これがいかに効果があったかって言ってるのは私ぐらいだと思うんですけど、学会では 100% 無視されてるんで、まあ、はい、あんまりなんかその効果っていうのはあんまりちょっと特に念頭に置かなかったんだけど、中華民国が結構動揺してますよね。ああ、なるほど。はい、まあ、多分内田がなんか意味不明に自信持ったので多分それだと思うんですけれ ど、うん、まあ、ただ、まあ、実際サイモンとか松岡握手求めたりとか、はい、まあ、その反応なかったことも外交史家の皆さんしてますけど、うん、でとはいうもののの、じゃあ実際松岡がその場でうまく喋ったからといってじゃあ国と国で仲良くできるかっていうと、その満州国承認問題というものがあるん で、うんうん、で宮田先生 の校長書によれば、まあ、当時イギリスは、まあ、満州国の問題を慎重に取り扱わなきゃまずいねというふうに検討してて、で実際に、出された和解案はリットン報告の通りであると、うん、そして日本側が反発しもうダメだと、うん、でイギリスの連盟代表部はもうこれ和解の見込みなしと12月中には思っていて、うん、でもうこの和解が失敗したらもう連盟は日本に出てけというふうな勧告するだろうねって、まあ、なんかの経済制裁やるか、まあ、それで
発動される前に日本が出ていくかと、うん、いうことですよ。そうですね、流れですね、はい。まあ、つまり鉄道鉄尾満州国を承認できるかどうかだけが問題、うん、まあ、やっぱりそこがちょっと焦点化してしまったというのは、まあまあ、国際連盟の方にもちょっとね問題あったとは思うんですけれどね、はい、うん、で日本の方 にも結局その一点だけは絶対譲れないと、まあ、メンツかかってね、もう引くに引けなくなってますね。まあ、それで、最後のところいきますと、じゃあ結局そのイギリスがなんでその日本が絶対飲めないという空気になっているものをやるかっていうと、まあ、結局まあ国際連盟の小国の主張を盛り込み、でここで小国の主張を無視したら国際連盟の権威が失われる。でそれっていうのはイギリスのまあ国家主権尊重の原則というのがあって、で日本が聞き分けよかったら小国を犠牲して日本の意見通ったんだろうけれども、日本がもうその1点すら認めない 100のうち100通さないとダメだって言ってきたん で、ね、うん、じゃあもう日本いいやと、うん、でだったらもういっそのことこれにもう外交になんないから、うん、もう日本も頭おかしいんで、頭おかしいな宮瀬先生感じじゃないですけど、まあ、日本が非妥協的なんで、まあ、出ていったのを契機に 逆バネにしてっていうんですかね、連盟の権威を高めようということですね。うん、かまあイギリスの基本的な考え方は国際連盟に対する行動だけじゃなくて、あの9カ国条約に対するもう、はい、あのもうちょっと挑発的行為というかね、はい、そこの部分かなり重視してるんですよね、はい、でその辺はやっぱりなんていうの、あの日本人のイギリス外交のイメージはこう目先の利益に、ね、うん、こう里いというそういうイメージがかなり強いかと思うんですけども、はい、イギリスはまあやっぱり意外に今今日の話もそうですけども、国際原則国際ルールというのをかなり重視してるんですよ、うん、それを守ることがやっぱりイギリスの根幹帝国世界中にありますからね、それを守るためにはもうまさに自分の作ったルールというものが、ね、うん、もう基本だというのが非常に強いから、うん、だって国境不可侵の原則ってことは、うん、俺は取るものを取ったけどこれから取りに来るやつは認めないぞというんですよね。まあね、極端に言えばそういうことになるわけですよ、ね、はい、ですからまあその特にその満州国でね、うん、まあ、あの例えば会館接収されるだとか、まあ、いろいろあった時もそれを抗議するんだけれども、はい、でもやっぱりイギリスとしてはその九国条約九カ国条約をもうそれをもうなんかあまりにもこう軽く扱う、うん、そういう行動がやっぱ満州国承認に関わるんですね、うん、で九カ国条約と満州国のまあ存在関係で、まあ、当時のイギリスの解釈だと満州国が勝手に成立したという論理ではまあデタラメは分かるけども、まあ、それで押すならまだあるかもしれない、でもそれを日本が承認するということは日本が助長するということになるんで、だからそこまでいったらやっぱちょっと九カ国条約をまあちょっと否定する論理になり得るというところで、やっぱそこはまああの実は国際連盟との問題に間に九カ国条約が絡んでるんですよ、間違いなく、はい、でも日本って冷静に考えたらリットン報告そのまま受け入れて、うん、でもう満州国否認しませんけど、うん、まあ、関東軍に居座って、うん、みたいな感じ でそのまま実益全部取っていっちゃってってやってたら、うんうん、中華民国手出しできないですよね。まあできないですね、うん、はい、なんでリットン報告書を蹴っちゃったかっていうと、うん、さっきから宮津先生から何度も出てる、はい、当時の日本の空気では、うん、まあ基本的にあの、まあ、基本的に満州国承認に関しては日本の空気になりますけども、うん、あの満州国の、まあ、脱退に関しては満州国の国際連盟からの脱退に関してはもう連盟代表部がもう無理っていうので、うんうん、もう脱退するしかないというふうな、もう行き着くまで行き着いて、ええ、もうあの連盟の代表部の、まあ、意見具申を本省が飲んで脱退決めますので、昭和8年入ってからですよ ね、 そうですね、はい、だまあ、だ結局宮田先生のターニングポイントは7年の12月ですよね。まあ、そうですね、はい、うん、そこはもう日本は完全に情勢読み間違ってますね、はい、結局そこで、まあ、その満州国承認1点で、うん、もう完全に決裂しちゃったんで、うんうん、ってことで、あ、ついでに一つ言っておくと、よく外交史ではそのイギリスがちょっとなあのナビいろんな理由で、うん、まあ、妥協的になってきた時にあの1月昭和8年1月熱火作戦なんかやったから、うん、もうイギリスがそっぽ向いて、うん、っていうこと言われているけれども、そんなあろうがなかろうが昭和7年12月の時点でもうここまであの非妥協的だったらもうイギリスはもう無理なんだと、ええ、まあ私はそういう解釈してありますけどね、はい、まあその8年1月以降その連盟代表部がもう無理って言ってる、まあ、1月ですが2月になってからですけどね、まあそれはしょうがないですよね、まあしょうがないね、うん、まあ連盟の方がもうあのもうちょっと離党報告以上に踏み込んで、
もうあのもう満州国書に取り消せってまで言ってくるんで、うん、それに近いこと言ってきますんで、はい、それはもうちょっともう、 あの、うん、もう土下座して謝るっていうか、ね、はい、それに近い状況なんで、うん、もうそれもちょっと政府としても無理という、ね、政府というか連盟代表部としてもこれ以上交渉無理という、うんうん、じゃあ、 あの、うん、その辺ですね、松岡由紀、まあ、プラ100点とも0点とも言いたくないんですけど、はい、この時の松岡は国際連盟でなんとかこれならできるだろうと思ってるのを、うんうん、それその2月よりはるか手前のところで、はい、松岡行くの10月ですよね、はい、その数ヶ月間、はい、松岡がなんとかこれでいけるだろうと思ったら、うん、内田がもっと言えもっと言えって強硬な訓練を送り続けて、うん、はい、そうですね、はい、うん、っていうところでちょっとそれは2月以降のそういう地位でもってあの連盟代表の方が強硬で本省の内田が承認したというとかわいそうかなという気はするんですけど、まあ、そうですね、まあ、結局あのもう交渉戦術で日本とイギリスが完全にもう、うん、あのもうあのちょっと対立してて、うん、要するに日本は初めに強行に行って徐行に譲歩して譲歩していけば、まあ、妥協って見つかるなかなって感じだったわけです、はい、うん、でイギリスはもう初めからもう一生懸命こう妥協してるのに日本がこう強いともうひたすら非妥協的にやってるからもうちょっと空気は別に証拠を抑えられない、だからもうこの調子でいくんだったらもうやめるわと、でその後妥協して日本が妥協してきてももう初めもう聞く耳を持たないっていう状態になってるわけです、うんうん、で日本の連盟代表部は妥協してっても全然話通じないから、まあ、これはダメだという判断を下したという、うん、そういうことですね。キキキとしか言いようがないですね。まあね、はい、ということでですね、はい、まあ、60分超えてですね、まあ、じっくりと、まあ、リットン報告書と国際連盟脱退についてお話が上がったんですけど、よくリットン報告書ってでまあ、ロンドン市なんかでも、はい、まあ、学会の話を受けて、満州国承認一点を否定しているだけ、あとは日本の権益全部認めてるんだみたいな言われ方して、うん、まあ、厳密にはそれ違うんでしょうけど、はい、まあ、とにかく満州国承認っていうのが最大の争点だっていうのはあれですけど、はい、ここまで非妥協的だっていうのは普通の人は知らないですよ。あの日本側があったりですか。日本側もそうだし、そうですね、結局、まあ、お互いにやっぱメンツかかってるって、まあ本当に皮肉な話ですけども、うん、あの満州事変が終わった後日本側は満州国の承認問題完全に棚上げするんですよ、うん、はい、もう誰にも求めなくなるんですよ、はい、だから、まあ、国際連盟での日本の主張はいや他いやあなた方に満州国認めるなんて言ってない、自分が認めたことに対してそれを撤回しろという要求は飲めないという、うん、連盟代表部の立場はそういうことになります、はい、だから、まあ、満州国を、まあ、承認を、まあ、あの撤回するということは、まあ、日本側としては満州国を実質的に支えるような、まあ、そういうものを全部やめろというほぼ同じ意味というふうに取ってるということだろうと思うんですけれども、うん、まあ、あのそれ以前にやっぱり一度やった政策を、まあ、全部、ま、あのやめましたというのはね、それなんか南部普通に進駐した後にね、うん、1941年南部進駐した後、まあ、公安おつあんのおつあんで、まあ、撤退しますって、まあ、言いますよね、うんうん、まあ、あれ以外はちょっと例ないかと思うんですよ、ね、やった瞬間やめますというのは、うん、だから日本側としてあそこで、まあ、あのそこまで連盟が非常に強硬になったという部分で、うん、もうちょっとまあ日本側としてはまあ逆にもう売られた喧嘩買うということな、まあ、イギリス側にしてみれば、うん、もうあのもう逆に日本側がそれだけ強硬になってるならば追い出すためにはもう満州国承認でもうむしろこう、まあ、押していけば日本出てくるだろうというふうなイギリスも予測立ててますから、はい、でまあ、それで日本出てった後満州国承認するかは自分の判断だから、うん、まあ、後々承認することあるかもしれないよねっていうふうなイギリスではまあそういう判断してますから、うん、まあ、要するに満州国問題、まあ、連盟のやり取りは満州国の承認問題ですけども根本は国際連盟で満州事変扱うかどうかということになるわけです。中国はずっと求めてる、はい、あの問題にしてるし、うん、あの理事会とかね、あるいは総会でもまあ諸国まあ騒ぐと、そうするとイギリスとしてはもうさっさと日本が連盟から出て行ってもらって、でもうこの問題打ち止めにしたら、うん、まあ、連盟としてはもう助かると、うん、でも連盟のメンツも立つということ で、まあ、実質的には日本を追い出すと同時に中国を見捨てるというそういう決断ですから、うん、まあ、イギリスとしてはまあ非常にプラクティカルというかね、うん、まあ、要するに日本を非難すればあとはもうほっとけるという、うん、そういうことでイギリスとしてはね、もうあのもうそういう、 こう抱き合わせですね、今言った、うん、連盟から日本を追い出すことによって、まあ、中国を見捨てるという、うん、まあ、そこがあるから、まあ、イギリスとしても非妥協的にとにかく、まあ、あの、うん、まあ、日本が満州国てあの承認 を、まあ、こだわるならば、うん、もうそこつつけば日本は出てくだろうということで、うん、まあ、あの日本側としてももう出ていかざるを得なくなるという、うん、まあ、そこで、まあ、対話は成り立ってるので、うんうん、ある意味、ね、まあ、結局は日本は国益を損ねたんじゃないのって観点から聞いていって、うんうん、
その問題して聞いてきたんですけど、結局国際連盟に加盟している国だって、当時の世界63国中21カ国ぐらいが満州国最終的に承認して、今の台湾の承認率の何倍だみたいな、そうなりますかね。とアブハジアとかなんてもうロシアしか承認してくれませんもんね、みたいなことを比べると世界の3分の1が今あのに結局あの大陸とアメリカや日本が仲良くしてから台湾が世界の3分の1から認められた瞬間でないわけですよね、だって1割ぐらいですもんね、基本200カ国中30カ国行ったことないわけですから、結局まあ満州国自体はかなりの国から認められてる格好になってるんで、日本何やってたもそうだし、認めた側のその3分の1は国なんだって、バチカンっていう立派な国もありますね、その中には。でイギリスだって、まあ、確かにその場合やり過ごしたかもしれないけれども、ヨーロッパの燃え事クラブであった国際連盟から公正な仲介者であった日本を追い出して、でその後国際連盟って何一つ何もできなずに崩壊していくわけですよね、という意味でみんなが愚かだったんじゃないかなという気がするんですけど、まあそうですね、まあ、この後やっぱりイタリアの問題でね、エチオピア問題でも本当にもう国際連盟の本当にもう指名に、もう本当に関わる、もう大問題になりますから、はい、まあ、結局、まあ、問題としてはね、まあ、よく似てて、やはりイタリアに対してエチオピアの3分の1だったか3分の2だったかもうくれてやる代わりに、まあ、これでもう打ち止めしましょうみたいな提案、はい、まあ、合意をね、イギリスとフランスでそれ暴露されて、まあ、外相辞任ってなるわけですよね、はい、そういう、まあ、なんていうかね、あのやっぱ大国間で合意を作って国際秩序を安定化する、その上で国際連盟の活動の場が広がるという、その考え方はやっぱずっと一貫してるとは思うんですよね、はい、国際連盟初めから破滅するためにそんなことやってるわけじゃないわけですから、だから、まあ、あの結局、まあ、国際連盟が活躍できるかどうかもそれを支えるいろんな国の努力があって初めて成り立つということなんだろうと思います、はい、ということでですね、はい、じゃあどうすればよかったのかっていうのは皆さんが考えてますもうそういうことはこっちに聞かないでくださいっていうね、まあ歴史学ってそういうもんですもんねそ、まあ、国の時代にはどういうことが起きるかということだよね、はい、ということなんですけれども、うん、まあ、あの宮瀬先生、はい、長時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。